はい、皆様こんにちは。じゃあですね、クロージングキーノート、ビルダーズトーク、最後のですね、セッションの方を、進めていきたいと思っております。私ですね、こちらのセッションの方ですね、担当させていただきます。 Amazon Web サービスで技術チームのリードをしております岡崎と申します。原の方もですね、ずっと喋り続けてですね、おやつとかちょっと食べる時間が必要かなということで、私がこの時間はですね、担当させていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。今日ですね、こちらのクロージングキーノート、全体のですね、こちらのデブデイの方ですね、デベロッパーが持つ無限の可能性という形で提供させていただいております。お笑いアーティストと来てですね、最後は実際に政治というところでですね、担当されているオードリーさんの方をお迎えしてですね、こちらの方進めていきたいと思っております。日本の方でもですね、デジタル庁がですね、新設されまして、今日聞いている皆様の中からですね、将来の、デジタル庁をリードされる方がですね、出てきてくれればいいのかなと、それのインプットにですね、ぜひなればと思って、こちらの方を進めさせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではですね、早速、オードリーさんの方をお呼びしたいと思います。台湾の方でデジタル担当大臣、最年少で就任されたオードリーさんになります。オードリーさん、よろしくお願いいたします。つながってますかね。はい、こんにちは。世界の皆様こんにちは。聞こえますでしょうか。はい、聞こえております。オードリーさん、こんにちは。こんにちは、皆様こんにちは。本日皆様にバーチャルではありますけれども、共有させていただくことを嬉しく思います。将来のおそらく日本のデジタル大臣の皆様からご質問いただくこともあるかもしれません。ということで QR コードを出しております。画面上でご覧いただけるでしょうか。もしよろしければ手でこのスライド .com を入れていただいて010021を入力していただければと思います。スライド、この010シャープ010021、もしくは QR コードでスライドのウェブページご覧いただけますので、どんな質問でも聞いていただいて構いません。何か質問をフィードしていただいて、他の方が聞いた質問ということであれば、私の方でお答えいたします。また LIKE、 お気に入りの質問が一番上に載ってくることになります。もうすでにハローという質問が出ております。コードがありますので、これは人気のある質問ではないようですね。アーカイブにしましょう。だいたい30分くらいの時間いただいていると思います。皆様の質問いただいて、どんなことでもお答えしたいと思います。いいねがつけばつくほど早くお答えしたいと思います。プレゼンテーションは用意しておりませんので、これはクラウドソースになります。心配しないでください。もし質問を日本語で質問したいということでも、おそらく司会進行の方が日本語で多分翻訳してくださると思いますので、日本語で質問されていただいても結構です。最も新しい質問がこの右のボタンから出てきますので、誰かが本当にその話を聞くのを楽しみにしているということであれば、この最新の質問何度か行ったり来たりします。皆様よろしいでしょうか。このやり方で、もしよろしければお話を始めたいと思います。13人の人がハローということですね。皆様、私の方からもハロー、本当に嬉しく思います。15人の方がデジタル大臣というのは何をしますかということです。他のデジタル大臣の方が何をしていらっしゃるか分からないんですが、私の仕事というのは BIGI
そして最初の D というのはデジタル化の D であります。デジタライゼーションではありません。デジタイゼーションであります。インフラ、ブロードバンド、人権、つまり皆が欲しければデジタルの部分を、デジタルのサービスを利用することができるということです。わざわざ対面あるいは非デジタルのアナログに必ずしも頼る必要はない。それがデジタイゼーションの D であります。2つ目はイノベーションの I であります。どんな方でもいいアイデア、フィンテック、あるいは自立運転、 5G、 健康におけるあるいは教育における 5G などのいいアイデアを持っていた方は試すことができるということです。そしてこういったイノベーターの方とサンドボックス、あるいはクレデンシャルのハッカーソンのシステムで利用し、社会に対してこのイノベーションが、社会がこれがいいアイデアであるかどうか判断していただくためであります。これがいいアイデアであれば取り入れ、そして良くなければ投資家の方が教訓として学ぶことができる授業料になるかもしれません。そしてガバナンス、つまり新しいテクノロジーが実現され、一つは参加者としての能力、つまり誰でも発言権を持っているということです。テクノロジーがどのように社会を形成し、社会が技術の方向性をリードするということが一つです。二つ目は透明性であります。国家の仕組み、そして徹底的な透明性によって人々が文脈を持って、例えば公的サービスを改善するということであります。しかしこれを国家を市民に対して透明性を開くということです。参加、そして透明性というのがガバナンスにおける大きな柱であります。そして最後に重要なのはインクルージョンであります。やはり自由な民主主義として最も良い仕事をデジタル化、イノベーション、そしてガバナンスで行ったとしても、人々はもし民主主義に参加できなければ意味ありません。ほとんどのこの新しいテクノロジーというのは若い人が、まだ投票権を持っていない人が支えています。まだ将来の世代、生まれていない、そして方々が支えるものです。どのようにこのように人々が民主社会に参加できるかというのがインクルージョン。これは若い方の参加、若い方をインクルージョンするということであります。ソーシャルなイノベーションとして、そしてまたたとえ発展途上国であっても、また郊外であっても参加できるようにするということです。それぞれ一つの質問に大体3分から5分ぐらいで短くお答えしていきたいと思います。じゃあ大室さん、よろしいですかね。はい、お願いします。はい、じゃあ、自治体担当大臣のですね、ご仕事の説明ありがとうございました。いくつかちょっと質問が関連するのであったので、ちょっと日本語でもあるので、呼びさせていただければなと思っております。大通りさん自体はですね、自治体担当大臣という形で、リードされていると思うんですけども、日本の方でも、デジタル庁というものが、新設されております。で、ここでの質問は、なんか政府がそういった、デジタル化を、推進していく中で、大通りさんが今経験されている中で、どういった点を注意深くやればですね、うまくいくと思いますか。その辺のアドバイスを欲しいというのが、質問で来ておりますが、この辺いかがでしょうか。 Okay.はい、一番重要なことというのは、やはり多くの市民、国民の声を聞くということです。そしてこれは、うまくいかないということで、多分質問の中で質問がなかった、うまくいかないんじゃないか、足りないところがあるんじゃないかということがありましたけれども、大体 それぞれがデジタル化ということでの課題、疑問符を持つ人たちというのは、今回のスライドの中で柚木さんという方が質問してくださってますけれども、一つ大きな考え方というのは、台湾の私たちの公共デジタル庁というのは、体系的に全ての人たち、
私たちの例えば納税の仕方ですとかマスクの調達ですとか、どのようなデジタルサービスでもクレームを持っている人、そういう人たちに一緒にコークリエーション、共創というところでのワークショップを作ります。それぞれの市民違った視点を持っています。より良いこうした方がいいんじゃないかということでのデジタルサービスの期待を持っているわけです。そういう人たちが同じリアルタイムのラタイムのオープンデータを提供する、もしくはオープン API と言ってもいいと思います。それを提供していくということです。もちろんプライバシーの問題でもプライバシーを侵害してはいけないわけなんですけれども、企業秘密をもちろん漏洩してはいけないんですけれども、 IoT 環境情報統計データ、例えばそのさまざまなデータがありますけれども、その市民が開発者としてそれにアクセスをする、そしてそれが政府の開発者と協力する。例えばこれはうまくいかないじゃないかという意見があったときに、簡単にだったらフォークダガバーメント、横差しにしようと政府をですね、そして何がうまくいくのか、皆さんの観点からどう思うのかというのが GAV0 という G0V という動きの一つであります。それぞれの政府サービスが OB ということで、先ほど O0 ドメインネームをゼロにして、そして影となるシャドウ政府を構築することによってより良いものを作っていこうということです。それが一般市民の支援を得ることができるんじゃないか、この政府のフォーク差しにするというのことはそれでありまして、多くの人たちがオープンソースのコミュニティの中でそれぞれのプロジェクトをやるのと同じであると、それを政府の中に導入するというのが考え方です。なるほど、よくわかりました、ありがとうございます。ちなみにデジタル担当大臣という仕事っていうのは、すごくハードで、難しい仕事だなと思うんですけども、それをオードリーさん自身がやってやろう、自分自身が変えていこうと思われたきっかけというか、まずその難しい仕事にトライをされようと思ったのか、そのあたりをぜひ教えていただければと思います。楽しいということです。私は楽しいことを仕事にします。私が楽しい、個人的に楽しいだけではなくて、その最適化するということです。この昔パール6をやったとき、今楽と呼んでもらってますけれども、ダッシュ PO でファンと書いてるんですね。楽しいというファンです。ですからコンパイラーを書いてるときにダッシュ BO、スピード、そしてスペース、もしくはいろんなことを最適化することができるということです。私の仕事というのは楽しみのためにファンのために最適化されている。ですから改善をする、簡単な改善だったとしても、例えば政府サービスだとしても、例えば東京都のですね、ダッシュボードの漢字を一つ変えさせていただいたというのがありますけれども、大変興味深いファン、楽しみなんです。ですからそれが人気を博して、多くの人たちがやはり何か貢献できないかと思うわけです。多くの人たちがそのように感じてもらって楽しい、貢献することは楽しいんだと、批判するよりいいんだと、出発点は批判だとしても、ファン、競争ということでの楽しさを共有していただければ、このデジタルでの創造力が一番発揮することができると思います。私が仕事を楽しむということ、そして市民と一緒にファン楽しんでいるということが一番大きな理由だと思います。楽しいというところ重要だなと非常に思いました。ありがとうございます。オードリーさんの記事を読んでいたときに、ふとちょっと面白いなと思ったのは、徹底的な透明性というものを理念として重要にされているというようなことがあったんですけども、それが市民の声を聞くであったりとか、状況をどんどんシェアをしていくということにつながっていると思うんですけども、その徹底的な透明性というのが、理念としてすごく大事であると思われたきっかけであったりとか、なぜそう思われているかというところをぜひ教えていただければと思います。もちろんです、ありがとうございます。その妥当性です。インターネット自体の妥当性、インターネットのエンジニアリング、そのインターネットのガバナンスフォーラム、いろんなものがありますね。それは全てが徹底的な透明性、そのワーキンググループに参加をしたり、その興味対象共有なもの、どういったようなフォーラムでもいいんですけれども、多分私が言わんとしていること分かってくださると思うんですね。そのプロセスなんです。参画をするというプロセス、そしてこの共通の私たちが共有するものにおいて、このコモンズ、それの妥当性のために貢献していく。インターネット
ターネットはもちろん通信事業者に対してインターネットとこれを仕掛けするということは大きな意図はなくて、インターネットというのはそれぞれ私たちの生活をより良くするためのものであります。それをどう見せるのか、そしてインターネットが本当にそれぞれの人たちのためで、エンドユーザーのためだということを担保するのはやはり徹底的な透明性があってこそだと思います。徹底的な透明性というのは根本のルートのところでの透明性です。すべての会話、意思決定だったり、意思決定をする前においてもやはり、その全体のインターネットがパブリックドメインとして活用される、多くの人たちがそれをリミックスすることができる自由がある、もしくは、ラップソングでもいいですし、そのいろんなものバンドがありますけれども、その組み合わせ自由なんですね。ですからこれを活用してもいいということは、多くの人たちにその文脈、なぜということ、なぜそういった政策ができるのか、その結果の What ということだけではなくて、なぜというところを理解するのが重要だと思います。そのもちろん説明責任ということもありますけれども、多くの人の参加を誘致するという、勧誘するということが重要だというふうに思っています。なるほど、ありがとうございます。How did you study technology であるので、実際には大戸さん自体がデジタル担当大臣として正しいデシジョンを出していくために技術を学び続けるっていうのはすごく重要なことだと思います。そうなってくると忙しい中で自分自身の技術をアップデートし続けるっていうのは相当なチャレンジだと思いますが、そこにどう取り組んでおられるかっていうのをぜひ教えていただければと思います。はい、テクノロジーが必ずきちんと動くように、例えば私が自分の仕事をするときに何かプログラミングを書いて、そしてまたその何か仕事をするために究極的なやり方、必ずしも美しいプログラムではなくても数行のスクリプトでもいいと思うんです。その何か雑用するために、例えば最新の API を使って、今例えばビデオ会議をしている時、もし他の言語に切り替えられたら、あるいはそこから自動的にきちんとスクリプトが作られまとめられたらどうでしょう。例えば通訳のチャンネル、そしてオリジナル言語のチャンネルをタイムシンクできたらいいと思うんです。クラウドサービスなど、例えば Amazon Web サービスでもそういうのを用意されていると思いますけれども、音声認識などもできると思いますけれども、ただ私が自分自身のビデオ会議のサーバーを G2 のテクノロジーを使って、あるいは独自のビデオブリッジを使って単にドロップボックスに保存するだけではなく、これをリアルタイムのキャプションボックスに入れることができないと、それらの API がどういう一緒になってどういうふうに動くか、またプラグアンドプレイができないと意味がないと思うんです。いろんな音声認識のエンジンが互換性を持つように、単に勉強のための勉強ではないんです。つまりできるだけ自動化するということを気にしています。例えば私自身の仕事の中で雑用に対して非常にオープンなテクノロジーを使って最新の素材 API を使って持続化するようにしています。わかりました、ありがとうございます。ちなみに世の中には多くのテクノロジーがあると思うんですけども、オードリーさん自体がここ数年先、5年後10年後っていったところで見たときに、注目されている技術であったりとか、これはやるべきって思われている領域があればぜひ教えてください。将来というのはもうすでにあります。まだ公平に分配されていないだけです。ウィリアム・ギブソンが言っていました。最初にバーチャルリアリティを試行した時、バーチャルリアリティというのは5分しか持続しないと。しかし今はもう安定しています。以前はそれぐらいしか持てなかったわけですけれども、今もうすでに他の世界に入ることができるんです。そしてシェアすることができます。そしてリアルな会話を他の世界の方と楽しむことができます。これ本当に実用的なんです。コントローラーも不要です。
このようにホロレンズのようにコントロールできるわけです。XR スペースというテクノロジーは 5G のチップが内蔵されています。Wi-Fi 接続すら不要なんです。5G の信号どこにいても台湾で受信することができます。世界のどこでも 5G がカバーされていれば受け入れることができます。内蔵のスキャナーもあります。つまり部屋をスキャンして皆様を招待してもうほとんど瞬時に私の部屋に招くことができます。部屋でなくてもいいんです。例えば海辺、山で、郊外で招くこともできます。これがコープレゼンスと言われるものだと思います。 5G のテクノロジーはレイテンシーをできるだけゆっくりにし、ないようにし、そして同じ場所にいることができるわけです。例えば、もし待たなくても 3G、4G のテクノロジーであれば遅延するところを皆さんがうなずいているのはリアルタイムで分かるわけです。このように今後5年、10年でいろんな生活を変えることになるでしょう。リアルタイムで同じバーチャルなスペースでうなずいている人たちが我々の隣にいる人、つまり頭の中でコロナウイルスでその遠隔地にいてもおそらくそういった未来を変革できると思います。横にいると信じることができれば。はい、ありがとうございます。 5G とか XR テクノロジー非常に興味深いかなと思います。そうですね、じゃあ続きましてですね、おそらくデジタル化であったりとか、そういったところをどんどん加速していくためには、エンジニアの、ポジションであったりとか価値っていうものをどんどん高めていくことが、我々すごく重要かなというふうに思っております。そういった観点から台湾における、エンジニアっていうふうには例えばその仕事の価値ってどう評価されているのか、でもしご存知であれば例えば日本のマーケットを見たときに、オードレさんから見て日本の、エンジニアのシチュエーションって、どのように見えるのかっていうところを、ぜひ教えていただければと思います。台湾ではプログラミングを学ぶとき、ソフトウェアエンジニアリング を学ぶわけではありません。プログラミングデザインを学ぶわけです。しかしこれはほとんど同義語、プログラムデザイン、そしてソフトウェアエンジニアというのは同義語ではありますけれども、デベロッパーをデザイナーと呼ぶことが重要です。コミュニティを形成する、つまりプログラミングに関しての想像力、そしてソフトウェアの開発に関してのイマジネーションを形成するためです。デザインのスキルというとこれは人のスキルだと思うわけです。デジタルというのは人がどのように人と話をするのか、人がよりよくお互いにインタラクションできるように、そしてエクスペリエンスをデザインするように、つまり人々の考えを反映させるようにということです。しかしエンジニアリングと呼んでしまうとあたかも IT であるかのように機械と機械をつなげ機械と話をすることのように聞こえてしまいます。たとえ同じことであったとしてもデザイナーと呼ぶことによっていろんな領域の人々がプログラミングを学ぶきっかけになるでしょう。また我々はアジアの中でも数限られた女性と男性が K-12 の教育の早い段階でプログラムデザインに興味を持っている人が均等にいます。これらはプログラミングがデザインシンキングであるエンジニアリングの仕事というだけではありません。これが少なくともアジアではユニークな点だと思います。台湾、そしておそらく日本でもそうでしょう。日本でもこの労働力がプログラミングにおいてよりインクルーシブに多様性を持って他の文化の方あるいは他の世代の方を受け入れるようになればいいなと思っています。ありがとうございます。ちなみになんか日本のデベロッパーのシチュエーションというところに関しては、オードリーさんから見てどう見えるかとか、もしご存知であれば、ぜひコメントいただければと思います。
はい、先ほど申しましたソフトウェア開発がエンジニアリングの職業として見なされている。私の仕事はデジタル化ということで、これは人対人の関係であります。 IT というふうに理解されることがありますが、 IT と言ってしまうと機械と機械のコミュニケーションのように聞こえます。別に問題と言っているわけではありませんけれども、しかしより領域を広くし、デザインの考え方によって我々の仕事を説明できるようになればいいと思ってます。現在ルーチンなコーディングというのは、ちょっとだけのコードのアイディアというのが、ナーコードというのがいろんな人々を引きつけてます。 GTT3 でということではなく、より多くの時間を人と話すことに時間をかける、人と一緒にソフトウェアプログラマーとして仕事をし、協力する、デザインするということが、もう少しもっと学ぶことができると思います。日本だけではありませんけれども、どんなソフトウェアプログラマーでもやることだと思います。ありがとうございます。非常に面白い話でですね、どんどんまだまだ時間として質問させてもらいたいんですけども、残り少なくなってきましたので、最後の質問をさせていただきたいと思っております。実際ですね、大通さんのようにですね、エンジニアには素晴らしい可能性が広がっていると思います。大通さんから見て、改めてエンジニア開発者のですね、今後の持つ可能性がどれほど大きいかという話と、あと今後何をしていけばよいのか、今後そういったところに、行くために、その次のアクションとして何をすればいいかというところをですね、最後のメッセージとしてですね、教えていただければというふうに思います。はい、もちろんです。本当に申し上げたいのは、 MJTK さん、このエンゲージメントということです。人と一緒にどういう形で関わり合いを持っていくのか。私たちの行動というのは、例えばデータのリテラシー、メディアのリテラシーとか、そういったようなリテラシー、デジタルリテラシーと思いますけれども、そういう考え方ではなくて、やはりコンピテンス、能力と考えるべきです。確かに私たちはデータが分かる、演算も分かる、そしてデジタルも分かる、そしてリテラシーがないということになると、力のインバランスがあります。この考え方として、ある一定のクラス、何かを作るクラス、そして消費をするクラスということで階級が分かります。そうではなくて、誰でもこのデベロッパーになりうる、誰でもデザインになりうる、誰でもブロードバンドと何か、例えばセルフィーとかライブストリームができる携帯を持っていれば、ある意味ジャーナリストにもなる、プロデューサーにもなるということです。それぞれが競争、同じ一緒に作るということです。共有するということで、シンプルな一つの、例えば東京のですね、感染対策の中で一つの漢字を変えるということで、ウィキペディアの一つの文字を変える、例えば一つの道路の街をオープンストリートマップの上で変えていく、それは誰もできることなんですよね。特に、リーダーシップを取ってらっしゃる方々が、この簡単な一つのスプレッドシートの、理解することができれば、これをクリックして共有することができれば、このオープンソースのコントリビューター、貢献者にもなるわけです。基本的なこうクリエーション、一緒に作って競争していくということ、それがデジタルのプロデューサーの人たちとデジタルの消費者の人たちのクラスというのが橋架けできる。それによってデジタルというのは全員にとって、関与する人たちにとって、理解をすることができるわけです。単に数名の人たちだけがこの開発をするということではなくて、やはり能力、リテラシーではなくて、コンピテンシーということで考えていただきたい、競争ということで、それがメッセージです。はい、最後にですね、素晴らしいメッセージありがとうございました。非常にですね、楽しい時間をですね、30分と短い時間でしたけども、一緒に共有していただきましてありがとうございました。改めてお礼申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。